さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、立命館大学へ行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う長文ですが、皆さん、8ではなく、そして空所補充問題が8問ございます。ただまあ、これをちょっと全部やってるとですね、視聴時間がえらい長くなってしまいますので、ですから、最初の2段落、そして8問中3問ピックアップすることによってですね、応用が効くかと思いますので、よろしくお願いいたします。さみさん、第1段落でございます。皆さん、一読をお願いできますでしょうか。その後、空欄 A に行きますね。さみさん、空欄 A の選択肢4つ見えてるかと思います。皆さん、この空欄の前後ですね、再読していただいてですね、そして考えていただけるとよろしいかと思います。さみさん、言い換えを探すんですが、皆さん、選択肢あれですよね。あれと言い換え可能な表現が、皆さん、この下線部引っ張ったところだと思います。皆さん、私はですね、エキゾチックテレビジョンコマーシャル、外国のテレビのコマーシャルの中にいるような感じがしてるんですね。だからそれの言い換えがおそらく見つかってるかと思います。そして皆さん、もう一つのヒントは、やっぱり皆さん、対比を示す表現ですよね。皆さん、以前からお伝えしておりますが、対比は極めて、重要であると。ヒントくれますからね。ですから、こういう感じになってるんだけれども、現実はこうだ。という話もヒントになるかと思います。ですから皆さん、これも一発で選択肢4番が正解ですよね。皆さん、ムードという表現、皆さん意味ご存知かと思いますが、気分ですからね。ですから、気分、気持ちのお話はこちら、下線部引っ張ったところに書いております。コマーシャルの中にいるようなんですよね。で、しかし、で、前後は反対になって、現実はと言われたら、選択肢4番。こういう気分をルーイン。台無しにするんですね。現実に戻してしまうというお話でございます。ですので、選択肢4番正解ということでよろしいかと思います。で、ヒントはこれですよね。下線部引っ張ったところですが、一般動詞フィールの右側ということでよろしいですし、もしくは反対ですよね。対比もヒントになってます。さあ、続いて問いの B でございます。皆さん、選択肢ですね。この4つの中から考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、空所の左側にですね、these creatures という話がございます。まあ、指示語ですよね。これ皆さん、つなげていただけるとヒントがもらえるかと思います。で、皆さん、もちろん、これらの生き物でございますので、象ですよね。で、皆さん、こうつながるとですね、皆さん、助動詞、can、safely、副詞。ここにも皆さん、助動詞、can、で、副詞。こういう感じで皆さん、つながってくれておりますので、じゃあ皆さん、この空欄 B には、多分、このあたりですよね、の言い換えが可能な選択肢が入るかと思います。ですから皆さん、この二重防線部でちょっと示してみましたが、この空欄 B に当たるのがこれですよね。150キロの人をキャリーということですから、運ぶ。で、その150キロの、まあ人間でしょうけども、運ぶというふうに言い換えられる選択肢は、もちろん正解は3番ですよね。サポート。支えるということですね。ですから150斤の人を運んでいるということは支えることができているということでございます。ですから皆さん、ヒントはこの下線部二重防線のところでいいかと思います。いけますね。で、もちろん、ここにですね、助動詞の右側ということで情報構造バッチリです。
さあ皆さん第2段落でございます。皆さん注釈ございましてですね、傷と水分補給でございます。皆さんここクーランシーガーなんですが、選択肢皆さんもこのタイミングで考えていただいてよろしいかと思います。で、皆さん、空所右側にですね、アクチュアリーペインフルトゥアンエレファントということで、皆さん、象に対してですね、非常にまあ痛々しいという話がございます。で、その痛々しい話がですね、その次の文章ですね、causing sores ということで、皆さん、傷を引き起こしていると。まあ、痛々しいですね。ですから、このあたりが皆さん一つヒントになってるんじゃないかなという感じがいたします。となってくるとですね、皆さんここですよね、between rights、 これの言い換えが皆さん選択肢の中から見つかっているかと思います。ですから皆さん正解は1番ですよね。皆さん rights、 乗ることという話がございます。でもちろんここにも乗ることというところで言い換え可能ですよね。バッチリでございます。でもちろんヒントにしたのはこの下線部引っ張ったところでございますので、例えば前置詞の右側ということですね。このあたり情報構造バッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。さあ空小集問題、もちろんやり方はですね、ご覧になっていただいた通り、空小前後の内容と、そして皆さん正解の選択肢のとの間にですね、ニアリーイコール可能なものをですね、見つけ出す力が問われているというところでよろしいかと思います。で、もちろんそのヒントはこれですよね、情報構造、前置詞の右側とか一般動詞の右側とかということでございます。ですから皆さん解放は皆さんこれでいけますからね、印鑑した方が皆さんは真似がしやすいかと思いますので、頑張っていただけるとよろしいかと思います。でもちろんこのエアダッチとスタディでも、この空小集ですかね、苦手とする生徒さん多いかと思いますので、なるべく採用していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。